しゃいませ。いらっしゃいませ。どうだ、おい、おりこね。何歳ですか？6歳です。大きいな。ヨネクラ両方食べてますんで。あ、ほんとか。そうなんですよ。すげえ。ジップとかでも特集されてますんで。これ違うの2種類？違います。味がスタンダードと旨辛ですね。なるほど。すいません。はい、すいません。大きいな。ウサギ飼ってるんでウサギの匂いするのかな。あ、そうなんだ。はい、いらっしゃいませ。はい、宇都宮焼きそばいかがでしょうか。宇都宮の県庁所在。難しすぎる。あのうちは欲しいけど答えが分かんない。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。よろしければどうぞ。私も来ても大丈夫なので。はい、さあ、何年ぶり、3年ぶり、2年間、3年ぶりの県民らしいイベントですね。お疲れ様でした。ありがとうございます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 。宇都宮いちごいちご食の旅とくって正解です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。経済関数ランケートをやっております。ランケート協力いただけますか？はい、いろいろ持ってて。はい、かわいい。何ちゃんですか？ポムです。ポムちゃん、かわいい。ありがとうございます。こちら様芸能所用の天ぷらデザート一品無料引き分けになっております。あ、はい、ありがとうございます。ご利用くださいませ。1個でも200円。わかりました。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは、こんにちは。いらっしゃいませ。なかなか集められないチョキとか、室内ホークとかね、埃が立たないホークとか、おー、貴重だそうなので、ぜひ。見学させてください。あ、そうなんだ。はい、わかりました。いや、もう嫌いじゃないの。これは納得。下手して舐められちゃうからペロ。好きな人って楽方違うからね。うん。あ、ごめん。何がある、何がある、そこに何がある。大丈夫です。何もないよ。何だお前、ひどいぞお前。
ろん。今代表からお許しが出まして400円で値下げできるんです。なるほど。なるほど。わかりました。はい、すみません。最近連日十字帰りだからかもしれない。そう、今日は出てるって。手はコームできてるんだけど。はい、こんにちは。多分結果は同じだったから、あそこに勝っちゃったら優勝だもん。はい、こんにちは。はい、触っても大丈夫ですか？大丈夫だよ。はーい。はーい。元気？はーい。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい。十分に、コロナ対策も十分に、いらっしゃいませ、こんにちは。栃木佐野市の、酒蔵が作ってる甘酒ですね。はい、あの酒も作ってます、米も作ってまして、作った米で甘酒を、はい、ノンアルコールのお子様でも飲んでいただけます。やった？いいな。あとさっきのクマみたいなやつ。じゃあ食べない食べない食べない。マロンのパパです。ああ、どうも。ありがとうございます。ご来場いただいて。使わせていただきます。何を使うんだか。はい、ありがとうございます。
もらえるんですか？もちろんです。ワンちゃんは入んないかも。すいません、いただきます。こんにちは。ポムくん、ポムくん。6歳です。もう40超えちゃってて痩せろって言われてるんですよ。立派。骨太だ。やっぱり男の子って女の子だからさ。お利口さんだ。よかったね、連れてきてもらって。すいません。すいません。いやいや、とんでもない。ワンちゃん可愛いですね。あ、触ってもいいですか？あ、全然。かわいい。40。ポムです。ポム、ポム。何が気になるの？これ持ってるからかな。ああ、食べ物だね。除菌シートと、はい、あとがね、あの粗品、何がいいですか？除菌のスプレーとトイレットペーパーと、あとマイクロファイバーの。あ、じゃあマイクロファイバーでお願いします。はい、はい、すいません。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。バイバイ。ね、優しいワンワンだね。かわいい、かわいい、ね、はい、こんにちは。犬が人気で人がここに集まるみたい、ね、かわいいね。はい、大丈夫よ。同じね、えらいね。かわいいね。ここちゃんは？いやいや。何やの？女でかいのは見たことないでしょ。あら、こんにちは。あ、大丈夫ですよ。食べたい。食べたい。匂い。匂うのかな？木の匂いが。リラックスできるんだもんね。木の匂いが好きなんです。でかい。なるほど。ちっちゃすぎるかな。カミカミできるか。あ、カミカミしたい。無垢材なので。すいません、いただきます。もらった。もらったぞ。はい、すいません。いいですか、どうぞ。はい、あ、かわいい。いいですね、大きいワンちゃん。すごい綺麗。ちょっと暑いね。ちょっとね。今日はちょっと暑いですね。ジメジメしてる。はい、どうもすいません。こんにちは。どうぞ。あ、はい、すみません。はい。楽しいですね。食べない食べない。これ、それは苦い。これ、土地の実だから相当苦いよ。こんにちは。それは食べない。食べない。相当苦いよ。
それも多分食べられない。これいっちゃったらやばいです。それいっちゃったらやばい。これはどういう反応するんだろう、ね、どうなんですかね。どういう風に見てるの。熊だってわかるお前。あ、ちょっとでも近づかない。ちょっと戸惑ってます。あ、でもほら、犬感はない。なんか、あ、後ずさりしてる。後ずさりした。逃げた。あ、キツネ。キツネ。仲間。犬科だからか。似てるか。なでなで、優しくなでな。本物なんですか。本物でございます。ほら、クマには行かないもん。怖い。ありがとうございます。はい、すいません。啓発などを行っております。おお。今日は涼しいのであまりあれなんですけど、この20.4っていう値が33になるというのが熱中症警戒アラートというのを出して、すごい熱中症危険ですよっていうようなお知らせしてくれます。なるほど。今後どんどん多分暑くなっていくと思うので、うん、なんか熱中症を防ぐための5つの行動ということで県が推奨しているようなものがこのリーフレットの中に。あ、はい、見てみます。はい、すいません。かわいい。スイスで走る。見た目は変わんないんだ。そうですね。ああ、普通、普通だよもうほら。はい、どうもすいません。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。モード犬、モード犬でもない50キロくらい。43、43キロ。同じに あ、それテストできます？できますよ。あ、じゃあ、はい、本当になるかどうかすごい気にはなってた。やってみますよ。大丈夫。なんで怖がるんだ。同じわ。クリコですね。本当に首なのかなとして。いや、首背中のところにね、うん、移動するとこっち側に腕側に来ることがあるんですよね。これなんていう人なの。ゴールデンレトリバーです。いい子ですよね。落ち着いてるね。すいません。はい、すいません。はい、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 はい。卵いかがですか。おい、大丈夫です。かわいい。
そうです。ありがとうございます。癒されました。かわいい。今日は非常食のご案内になってまして、あの5年間持つビスコになってまして、中身は普通で売ってるビスコと中身一緒なんですけど、カンカンがこんな感じになってるんで、あの開けてしまうと賞味期限切れちゃうんですけど、うん、これが開けて、おあすいません、うん、よかったね、これロングライブの商品の中身です。あこれジョイフルホンダで買ったことある。あっためなくても食べれる、うん、そうそうそう、美味しかった。これはあのいわゆるあのロングライブの商品でして、いざ避難所に行った時に自治体の企業が配るような商品になってます。ゴミが出なくなってるという形で、中身はこれと一緒になってるんですけど、これが商品がこういう感じなので、よろしければご視聴ください。はい、はい、ご紹介ください。今日はこのジムさん、はいはいはい、はい、これもここで作ったクッキーですので、よかったらどうぞお楽しみください。ありがとうございます。おとなしいワンちゃんです。ありがとうございます。はい、どうもね。これね、今おすすめしてるんですけど、サンプルがなくて申し訳ないです。ネットでしか買えないんですけど。そうなんだ、ええ、とてもレアな商品です。でも味にはこだわって作ってます。非常食じゃないんで、ちょっとあのこういう場所には不向きかもしれないですけど。なるほど、わかりました。あとこちらもあのこれは非常食です。ありがとうございます。はい、すみません。はい、スマートフォンを使った現場映像の通報システムが新しく始まりましたので、はい、こういった感じでこの実際に撮ってる映像が指令室で見れるようになりましたので、お、いざあの119した時協力依頼があった場合はよろしくお願いします。なるほど、わかりました。はい、すみません。可愛いですね。いいシグル。あ、すみません、ありがとうございます。煙よ。ありがとうございます。犬、犬、ダメだお前。ワンちゃんチョコ無理だよね。はい、こんにちは。いきます。はい、じゃあチャンネル。うわ、全く見えない。おお、おお、おお、やっと見えた。お、はい、どうもすいません。お待たせ。じゃあコレクターを接続してください。こんにちは。こんにちは。この地震は昭和53年
8月14日に発生した伊豆大島近海地震を再現しています。この地震では伊豆大島で南極大海が爆発し多くの被害がもたらしました。この地震により犠牲者25人の方は全て落石と南極大海の埋没によるものでした。もちろんです。山熊と申します。パトロール中です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありますからね。餃子、餃子、焼きそば、自転車、あ、なんだろう、ラーメン屋も多いですね。ですね、宇都宮フリッツェン。皆さん応援していただいて、栃木フリッツェンのブースに足を上げてください。そして、同じプロスポーツチームとして、アウトボックス。3パックください。3パックになると16とかける3ですけど、そう計算できません。いいね、気に入った。3パック、うん、ここ何パックあるんですか。え、あっちは何パック。あ、今あの、うん、袋詰めただけ。これで10個入り100円なんです。でお買い求めいただくとこの6つ入りのおまけがつくの。16個で100円。
日お持ちしているものすべて来週までお日持ちします。ご購入者の方に来ますので少々お待ちください。いらっしゃいます。いかがですか。こんにちは。こちら大根と、はい、玉ねぎと、こちら大根。こんにちは。こんにちは。
ってください。外に行くよ、外ね。バッグとかにもつきますので、はい、いただいていいですか。あ、もちろんです。 あ、はい、そうなんだ。あ、じゃあこっちの色いただこうかな。はい、よろしければウェブティッシュの方も。はい、ありがとうございます。 SNS 登録でルリちゃんがプレゼントしてます。お願いします。高いですか。はい、よろしくお願いします。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。あの子供博物館の前に立ってるキャラクターで、そうです、おもちゃ博物館、おもちゃ博物館の両脇に立ってる、そうです、あの両脇に立っているミライちゃんです。ミライちゃんなんだ。そうです、自分の身に雷でミライちゃん。ああ、なるほど。はい、